皆さんこんにちは。こんにちは。杉田海斗です、今日はですね、岩田先生に来ていただいて何をしますかね、今日はね、今日はですね、テーマこちらでございます、高井さんが社会人野球で教えているトレーニング法を大公開と。おはようございます。トレーニング法もね、はい、はい、じゃあ先生、早速お願いします。はい、はい、次はですね、はい、股関節の動きを良くする、やっぱり股関節って非常に重要なので、はい、その動きを良くするランジという運動を、はいはい、していただきます。はい、はい、お願いします。今のランジという動き、見させていただきましたけど、あれは動作的にはどういったものに生きてくる、まあ、股関節ということでしたけども、あれもやはり走、攻、守、それで野球、まあ、スポーツ、はいはい、になってくると。ちょっと通常のランジと違うのが、うん、はい、あの脇を効かせるっていうところを一緒にやるんですけど、うん、脇を効かせる、はい、股関節の機能と、まあ、いわゆる肩甲骨周辺の動きをこう、はい、良くして、はい、それをこうつなげるような動きになります。股関節と肩甲骨をつなげるとどういったいい効果があるんですか？いわゆるそれで体幹が使えてるってことになるんですよね。ああ、なるほど、うん、でこことここが連動しなければ、まあ、体幹は機能しないってことなんですね。そうです。ああ、なるほど、はい、なるほど、はい、でちょっと早速やってみたいと思います。はい、はい、こうですか？そうです。で、締め、脇をグッて締めて、そう、そうです。なんか動きおかしいです。で、足首足首よりも膝が前に出ないんですよ。あ、なるほど。ほう。で、ほう。そうです。ほう。で、蹴ってきた。はい、それ繰り返します。よし。高田さん、これ合ってますか？なんか違うね。なんかロングブレスダイエットみたいな。膝が前に出すぎちゃう。膝が前に出すぎてる。そう。ほう。そう、あんまり前に出てない。足首より前に出ない。そこまで。そこから脇の締める力でグッて、脇の締める力で上がる。はい、そう、そうです。だいぶこの辺り軽くなったような感じは、はい、ありますけども、高田さんどうですか、ここの動きは。はい、非常に絶対嘘ついてるじゃないですか。できてる、ね、いやいや、できてるできてないはちょっとわからないですけど、はい、はいはい、非常に良かったです。これがランジ、はいはいはい、股関節と肩甲骨を同時に機能させながらやる動作ということで、はいはいはい、今のがランジでしたけれども、次は何の動きになりますか？次はしゃがみ込みっていう動作になります。しゃがみ込み、はい、どのような動きになりますか？今高田さんの見本を見させていただいたんですけども、今のしゃがみ込み、あれはどこにどういうふうに効く、はい、それは、股関節と背骨を柔らかくする運動になります。背骨を柔らかくする、はい、背骨を柔らかくというのは具体的にどう、まあ、あのいわゆる体幹の真ん中を通っているのは背骨なので、はいはい、その動きがこうちゃんとスムーズに引き出せるようにする運動になります。背骨の動きがスムーズになると、その動作上はどういったなんかそのパワーとかに変わってくるんですか？はい、まあ、背骨のねじりとか、まあ、曲がる、伸ばすっていう動作で手足が動いてくるっていうこともありますので、はあはあ、はい、その背骨が動力源っていう考え方もあります。なるほど、はい、背骨がスムーズに動くと投球動作だったりバッティングの動作がよりスムーズになる。走るっていう動作ももちろんすごくいいと思います。ああ、なるほどですね、はい、早速やってみたいと思います。はい、はい、ちょっと怖いよ。足のつく位置は大丈夫ですか？いいですよ、大丈夫ですよ。これまずまずじゃないですか？本当ですか？はい、ありがとうございます。高田さん、いいですか？ああ、非常にいいです。もう反射で言ってるじゃないですか。もう少し倒れ込むときにお尻がつくぐらいのほうがいいんですか？ただ背骨を反っちゃってる。背骨を反ってる。はい、こうですね。そう、はい、もう少し、もうちょっとで、ああ、はい、なるほど。はい、今すごい手に手を気にしすぎて。
脱力して、その場にしゃがむっていう。それ無理やりつくじゃないの、はい、落ちたら勝手にこう。落ちたら勝手に。結構前太ももに来てるんですけど、これはあまりこれは良くないですね。はい、良くないです。これは社会人野球の現場で実際に教えられて、あの選手の方の反応っていうんですか、どうでした？やっぱ体の動きが感覚値が変わるっていうよく言います、ね。感覚値が変わる。この体力トレーニングいいところって、すぐパフォーマンスに直結するところなんで、どっちかっていうとそのスペックをでかくっていうよりは、体の内側でアプローチをして実際やってみると感覚値変わってきて、例えばバットスイングの軌道が少し速くなりましたとか、はい、腕の振りがすごく加速するようになりましたとか、足の動きが回転がすごく良くなりましたっていう声は出ますね、はい、なんかついついその僕も今ねジムとか行ったりしますけど、なんかそのこうトレーニングすると大きくなって気持ちよくなっちゃったみたいなのありますけど、なんかやった気分になりますけど、だからその目的も違うと思うし、トレーニングは、はい、どっちかというと野球って運動機能のパフォーマンスをアップすることなので、体をでかくすることが目的じゃない、うんうん、目的が違うしゴールが違ければ、はい、体の作り方も違うので、はい、体重は本当にこう野球スポーツに直結する部分、はい、つながっていく、それをやれ練習をすればするほど自分の体に身についてくるっていうところなので、はい、そこは非常に振り返りをしやすいですよ。そうですね、今どうだったなってなった時にその感覚がまた新しい感覚が出てくるんですね、体軸は、うん、なんかこうビフォーアクターがちゃんとあるんですよ。なるほど、なるほど、分かりやすいし、はい、それやっていくと感覚も変わっていくんで、社会人で教えてもそういう声多いですね、もうほぼ、うん、そういう、股関節の周り軽くなりましたけどこんなに上がるんですかみたいな。でもそこって多分意識してそれが働いていかないと、うん、そういうものってないと思うんで、そこが多分スポーツにおける特化したところの機能的なものかなと。なるほどですね、うん、はい、というわけで高田さん、はい、今日は社会人野球で高田さんが実際に指導されているトレーニング法を大公開ということで、うん、僕が実際に体験させていただきましたけども、はい、はい、まあ、実際やってみてね、動きが非常に難しかったっていうのもありましたけども、あれを日々積み重ねてスムーズにできるようにこなしていくことによってどん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 競技のパフォーマンスが上がっていくということなんですかね。体軸の良さはすぐパフォーマンスに直結する部分と、あと難しい部分っていうと常にこう頭を使って、うん、頭を使ってイメージをさせてその意識、この意識をずっと保ったまま動かすっていうことが、まあ、難しいんですけど、慣れてくれば自由自在にできるようになると思うので、はい、それだけこう脳に対するアプローチも体軸ってしてるんですよ。脳に対するアプローチ、はい、心と体をつなげるトレーニングが体軸トレーニングなので、はいはい、そこが直結していくと動きのパフォーマンスもアップして、自分たちのパフォーマンスをアップするということなので、ぜひ皆さんも難しいですけどやってみていただけると嬉しいなと思います、はい、すぐパフォーマンスに直結すると思います。そうですね、はい、はい、この動画で、ね、高田さんが見本で、見せてくださっている部分ですね、皆さんご覧になってトレーニングしていただければなというふうに思います、はい、このトレーニングのね模様についてはショートでも上げさせていただきたいなというふうに思いますので、皆さんそちらの方もぜひ参考に見ながらトレーニングをしてみてください、また次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。皆さん今回の動画もご覧いただきありがとうございました。コメント欄にやってほしいこと、話してほしいことなど、ぜひ送っていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。今後もよろしくお願いします。鈴木貴人でした。